アソシアシオンスポルティーブル・サンティティエンヌ・ロワールはフランス・サンティティエンヌに本拠地を置くサッカークラブチーム。相性は不都合で緑の複数形であるレベール。リーグアンサイタの優勝10回を誇るが1980から81シーズン以降優勝からは遠ざかっている。過去にはフランスサッカー界のスーパースターのミシェル・プラティニが所属していた。 2008から09シーズンには元日本代表の松井大介も所属。リーグの中でも熱狂的なファンが多いことで有名で、オリンピックリオンとはライバル関係にあり、両クラブの対戦はデュルビデュローヌと呼ばれる。日本の大手工学機器メーカーのコニカミノルタ、ゲーム会社のセガゲームスがユニフォームスポンサーを務めていたこともある。九百十九年、カジノ経営会社の社員により、 アミカルでアンプリジェズ・デラソシエテでマゲザン・カジノとして創設。この会社のカラーが緑だったため、ユニフォームにも適用され、現在まで引き継がれている。1920年、クラブ名が社名を含む商業的なものであったため、フランスサッカー連盟がこれを却下。救命の ASC という頭文字を残すことが考慮された結果、アミカル・スポーティング・クラブと解消された。 1928年、経営者が変わったことにより、アソシエーションスポルティフステファノイズと解消。1933年、プロ化に伴い再び、アソシエーションスポルティブデセインとエティエン・ロワールと解消し、現在の名称となった。1937から38シーズンには、初のディビジョン暗昇格を決めた。1957年に、リーグ初制覇。 1960年代にはリーグ4連覇を果たすなど数々のタイトルを獲得している。1975から76シーズンの UEFA チャンピオンズカップでは決勝まで進んだが、バイエルミューンヘンに敗れて準優勝に終わった。1982年、経済的な問題が発覚すると、徐々に衰退の位置をたどり、昇格と降格を繰り返すようになった。 しかしながら1999年、ディビジョンで優勝を決め、さらに昇格後の1999から2000、シーズンを6位で終える。復活の兆しが見えたかと思われたが、翌シーズンに、パスポートの不正発行が発覚し、数名の選手の出場停止と勝ち点7の減点が、処された。これが、決定的な要因となり、降格。2004年、2部で優勝すると、 以後は注意に定着。2007から08シーズンは5位で終え、UEFA カップ出場権を獲得。2008から09シーズンは欧州部隊に27年ぶりに登場している。2012から13シーズン、リーグカップ初優勝を達成し、1981年のリーグ優勝以来32年ぶりとなる国内主要タイトルを獲得した。 エースサンテティエンヌのライバルはオリンピックリヨンである。この2チームの対戦はデュルビデュローヌと呼ばれている。一般にエースサンテティエンヌのサポーターは労働者階級が多く、オリンピックリヨンのサポーターは裕福な層が多いと言われている。ナシルフィエ16ドゥビュシー26ホファナ32ペラン24トラウコ13カマラ8キャバイエ29部デブズ。 7M ビラ6部案が20はずり102020年9月29日、現在中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。イン中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。アウト中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。